リニア中央新幹線の工事をめぐり、この週末はさまざまな動きがありました。鈴木知事は山梨工区のボーリング調査の現場を初めて視察し、国の有識者会議と大井川流域の意見交換会には静岡市が初めて参加しました。今、鈴木知事がリニア山梨工区ボーリング調査の現場に到着しました。リニア中央新幹線のトンネル工事をめぐり、 JR 東海は地質や地下水を調べるため山梨県から静岡県に向かってボーリング調査をしていて、今月4日の時点で県境まで257メートルに達しています。山梨工区の現場です。先進港のすぐ横でボーリング調査が行われていて、調査によって出た湧水が確認できます。鈴木知事はおととい、山梨県の長崎知事とともに調査現場を初めて視察し、進捗の状況や湧水の計測方法などについて説明を受けました。ただいま、湧水量計測をいたしまして、毎分 36.8 リッターでございます。JR 東海はリスク管理のため湧水量の管理値などを設定し、9月19日以降の平均の湧水量は管理値を下回っているということです。ボーリング調査をめぐっては、県はこれまで県境付近や県内での実施を認めていませんでしたが、鈴木知事は先月17日、大井川流域の自治体の了解が得られたとして、県内での実施を容認すると JR 東海に伝えました。長崎知事と、実際に現場 です、ね、状況を確認をできたということはです、ね、本当にこれは大きな意義があったことだというふうに思います。実際に今日その流水の量と自分の目で見て、順調に進んでいるなということを実感を示しました。事実に基づいた、ファクトに基づいた議論をですね、これからその静岡県の皆さんもしっかりですし、山梨県の中でもですね、していく、そういう重要な第一歩になったと思っています。両知事にこの南アルプストンネル山梨工区の現場に足を運んでいただきまして、とてもありがたいなと思っております。そしてこれからの先進工本港の掘削を慎重に進めてまいります。一方、昨日は島田市で国のモニタリング会議の委員と大井川流域の市長・町長との意見交換会が開かれ、森副知事と静岡市の難波市長も参加しました。意見交換会では大井川流域の市長が、県が県境付近や県内でのボーリング調査を容認するなど事態が早急に進んでいることに対する住民からの不安の声などを共有しました。モニタリング会議は市民の皆様、流域の皆様が安心したと言っていただけるまでということを矢野座所さんの方からお話をいただきました。今日の先生方のお話はとても納得のいくものでありましたし、安堵できるものであった。でここで出されたいろいろな課題ですね、いろいろ未解決の問題もありますけれども、大事にして今後のモニタリング会議に生かしていきたいと思います。静岡市は今回初めて協議会に参加しました。阪神議長の方がいろんなことをおっしゃったので、私は全く同感ですと、それだけ申し上げました。市民の声を出ているということをお伝えするという場としても非常にいい場だと思いますので、これからもぜひ続けていただきたいなと思っています。参加したメンバーたちはリニア関係者の全員が集まったことは大きな成果で、有意義な意見交換ができたと話しました。